大豆モンストーブ。今日は覇者のと22階に行きたいと思います。モンストーブ新入部員の大豆宗次郎です。モンストプリンスキツネ慌てです。お願いします。お願いします。でも22が一番多分手こずるんじゃないですか。あ、そうなんですか。結構その位置取りの運大事なんで。メンバーはモンストクローバー、はい、茨城、ナイチンゲール、ナスカ、最後これガイル&ナッシュに決まってるじゃないですか。ガイル&ナッシュ何ですか。これはストリートファイタークラブで出たガイル&ナッシュです。ノーマルクエストの一面に出てくる。いや違いますよ。むちゃくちゃ強いんですから、ガイル&ナッシュ。そうなんですか、ね、はい、これ間違いないですよ。じゃあこれでいってみましょう。はい、お願いします。で今回ね、ナイチンゲール僕も初めて使って22回行くんで超楽しみですね。これもう当てるだけでいいですか。そうですね、ナイチンゲールに当てながらゲームに行きたいと思います。これはこれいけると思いますよ。総 HP が9万4000で高いんで、はい、かなりでかいですね。はい、高い方がいいです。ここのほらソニックブーム出たの分かります。今え、何ですか。ソニックブームですよ。え、ソニックブームですよ。ここ結構鬼門なんですよね。あの当てづらいね。ですし、あの一体一体を倒していくイメージもあるので。全然素晴らしい。倒すじゃないですか。レーザーがむちゃくちゃ食らうんですよ。だからそうですね。ちょっと半端に残すぐらいだな。一体ずつ。はい。一体ずつ。マジで。ソニックブーム強いんですよ。まず一体から。ほら、こんだけ食らって、次、1、2、3、4体レーザー来るんで、はい、これ誰も倒せなかったから負けない。なるほど。強い。あー、でも2体。2体。よしよし。うわー、強い。これで回復してください、全員で。はい、頑張ります。いや、でも2体だけでこれだけの回復量ってやばいですね。うわー、痛い。もう抜けていいですか。はい。抜けないんかい。抜けました。危ないな、おい。いやいや、ゆっくり行って大丈夫なんで。おい、わあわあ、重力バリアじゃないですか。でもそうですね、はい、まあ、ダイルに当てながら雑魚を処理してもいいですし、そうなんですよね。いきなりハート取る食いしん坊ですね、ちょっと。え、取りましたよ。すみません、見てなかったです。モンストクローバーに当てれば結構ダメージ出るんですかね。そうです。あー、ガイになったかったが、うわー、これは大丈夫なんだね、この時は。これ大丈夫です。まだまだ全然大丈夫です。モンストクローバーに当てれば逆転当たると、多分不安で魔王がついてる。はい、ちょーん、うまい。すごいすごい。おおー、いいですね。うわー、強い。ガイルかついてる。ガイル、舐めない。これぐらいで。強い。ナイチンゲール。ガイル。ガイル、全然足引っ張ってないですか。倒しちゃっていいですか。倒してください。はい。全員、倒す必要はないですね。はい。一番強いんで、はい。取ってくれれば、あ、でも。では多分まだ倒すのはならないと思うんで、はい、ナイチンゲールで回復してから行きますか。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。はい。あ、でもすごい強い。おお、でも3体当たりましたよ。はい、すげえ。これまあ、狙ってですね。いや、狙ってないでしょ。いや、回復出てきましたよ。そうなんですよ。ホーミングですごい食らって、一旦だけ回復出るっていうのがこのステージで。あ、一旦、お、めちゃくちゃ食らってたやつなんか。そうですよ。とにかく回復に専念して。はい。うわぁ、いやー、モンスト、はい。モンストクローバーめちゃくちゃいいです。そうですね。ここは3体。触っていただければ完璧です。
はい。当てるよっていう。はい、そうです。ガイドはどうでもいいよ。これもう本当に、はい、縦に行ってもらっていい？縦に、はい、縦にで3台当てるだけで大丈夫。3台当てるだけで、はい、よい。あの苦労も半端じゃない。また敵は倒せてない。完璧ですね。モンストクローバーで、はい、抜けます。ああ、で、今の力がいいですね。そうです、そうです。はい、あの、どうでした？おこれまた、またやっちゃうんだよ。これまた、またやっちゃうんだよ。またやっちゃいましたけど、またやっちゃいましたけど。さっき、なんでそれ。でも、茨城とモンスタークローバーの位置が離れたんで、でかいんですよ。これで、はい、あの、説明すると、30秒以内に説明すると、はい、最初にホーミング打ってくるんですよ。はい、それが6万7000っていう、かなりでかい攻撃になるんですよ。はいはい、で、バハムート怒り状態にしたら、攻撃当てちゃったら、この HP 全部持ってかれるんで、絶対にあのバハムートに当てないでください。だから、はい、真横に打って、この恐竜だけ当てるって感じですね。はい、これでバハムートに当てたりすると怒り状態になって、1ミリでやられたりするんで、はい、これは回復めちゃくちゃしにくいですね。ちょっとでもこれ回復できないな。上ちょっと行かせてもらいます、うん、なんとか、なんとかある程度回復しました。はい、難しいな。これもうハート取っていいの？ハート…取らない方がいいですけど、全然取っても大丈夫です、はい、取らない方がいいならどうにか上上がっていって2人だけでも触る。2人だけでも触る。頑張れ。あ、でも、いいダメージ入りました。いいダメージ入りました。強い。ちょっと難しい。でも、これちょっと取らせてもらいますね。はい。まあ、しょうがないですね。この下のピカッを倒さないと、ただ、ピーダウンをしてくるんだろうな。倒してもいいです。で、剣取っていたら、ハートと剣の方を取っていただける。任せとけって、はい、あちょーあちょっと取れなかったら、ハート取れなかったら、オーケー、素晴らしい。これは狙い通り、狙い通りですか？超絶ピンチですね。触っちゃうかもしれない。触っちゃうかもしれないんで。いや、これむずい。うわー、これちょっと、これ僕のミスで死んじゃう可能性あるんで。これ正直、はい、マルチならステージもできるんですよ。一人だったらもう終わってたとですね。このワンちゃんに当てて、はい、場を忍ぶって感じですね。メール3段目触るか、もう回復に専念するか。綺麗な綺麗なポケットはないですか？いや、いいですよ。倒せ。あ、倒さない。ちょっと分かんない。うわぁ、これは、出ましたけども、ガエルかよ、ここで。ガイルの本当の強さ見てください、はい、これしかもナイチンゲールとの相性抜群です、はい、やがってしまった、はい、やがってしまったが200万近く出てます。おお、危ない。おお、でも攻撃来ないんですね、はい、で、このハートだけ取って倒す、それができれば最高ですね。いや、ガイル触ってたおしまいだね。ああ大丈夫です、大丈夫です。ああ、素晴らしい。危ない。素晴らしい。危なかった。これ本当はハートにも取りたいんですけどね。いいか、ちょっと今ここで取りますね。こっちを使って回復しないと次のステージがもう終わりなんで。微妙。これはやられたかもしれない。6万7000に届いてなかったら。届いた。ああ、これじゃあ届きました。縦ね、縦か横かどちらでも安全な方でも。これちょっとまさか一発でマメさん勝つんじゃ。
じゃないですか。はい、ここでガイルかよ。いや、ガイルをそんなバカにしないか。ただ回復が超しにくいな。これ横で多分そんな回復しないですよ。あ、そうなんすか。上の取りに行きながら飛ばす。これが溜まって、あ、ある程度、ある程度回復しました。よしよし、いい感じです。内回りで SS 使ってもいいです。とにかくこのちょっと残ってる雑魚を殲滅しないとやばいんで、はいはい、右から下に下がっていければ、はい、SS 使ってもらって全然大丈夫です。取れます。決して降りないといけない。お願いします。はい、はい、残っちゃった。怖い。あー、危な。攻撃してこないですね。そうですね、次の、はい、第一ゲームの SS で決めていただければ、はい、超かっこいい。いや、ソニックボーン強いんですよ。あかんでもいいですし、C3 体。あ、でもそれでもう倒しちゃってください。よいしょ、行って頼むぞ。頼む。でも、もう一体当たれ、もう一体当たれ。おーっと、強い。あったよ。カンカンの家あったよ。よしよし。なんとか22回クリアしました。すげえ、一発ですよ。はい、今回に関してはお豆さん何のミスもなく、普通に。今の横感が。普通に今。まだとは、なんか、上は違いましたね。2回ほど。自分が当たって、全員で当たって、ああいうのをソロでやったら、負けちゃうんで。モンスト大好き芸人。いや、プリンスなんで。プリンスネタなんかよ。じゃあ続いて23回頑張っていきましょう。次からお豆さんのソロでいきましょう。いや無理だよ。